編集部ヒゲンジンです。さあというわけで始まりました、ヒゲンジンに打たせてみました。この番組は導入1週間以内の最新台で実践を行い、私ヒゲンジンの独断と偏見でこの辺に設定差があるんじゃねえのかな、なんつうのいっちゃおうという無責任な番組となっております。さあ今回実践する機種でございますが、発表させていただきましょう。こちらです。ドン、分かったじゃないですか。はい、こちら。はい、これ何？そう、それ。こっちはちょっと違うけど、はい、これ何？そう、それ。今回の実践機種、いきます。せーの。惜しい、ブロッコリーじゃない。せーの。そう、それ。マイフラワーズ。あのね、これ着るときに僕分かったんですよ。あなたたちと付き合い長いからね。これ多分中に配線あったから動くでしょ。光るか動く。さあ果たしてどんな役物が今回搭載されてるのか、そちらの方もお楽しみにと。さあそして実践ホールの方でございますが、久々にですね東海エリアの方に遊びに来ました。今回実践するホール、愛知県東海市パチンコワイドさんです。こちら、さあそして今回ご紹介するマイフラワーでございますが、まあ、私ね、あの導入前のファンイベントまで担当させていただきましたんで、割とゲーム性能はしっかり把握しております。でね、ゲーム性は至ってシンプルなんで、今回紹介パターンキュッキュッと短めにいけると思いますんで、きっちりねキーワードの連チャン、これを見せて終わりたいなと思います。というわけでこの後実践スタートです。実は一番でっかいフラワーはここマイフラワー、ポーポーポー。さあそれでは実践の方スタートしていきましょう。はい、実践の前にこちらのランプだけ教えていきましょう。はい、なれなれモード、シーンモード見たことありますね。そうこちらで告知が行われますが、その際に音が鳴るのがなれなれモード、音が鳴らないのがシーンモード、それだけです。いきましょう。はい、まずは基本的なゲーム性の紹介から、本機はですね AT を使った、純増3枚ね、純増3枚の AT を使ったビッグとレギュラーの疑似ボーナス、2種類の疑似ボーナスにより出玉を増やすタイプの機種となっております。オープニングでも言った通り、一番の特徴はレンチャンということで、レンチャンのシステムどうなっているのか、まあ詳細は後ほど説明しますが、レンチャンを司る10本のシナリオ、こちらが存在します。どのシナリオに滞在しているかによりレンチャンの期待度が変わってくると。じゃあどうすればその連チャンするためのシナリオに入るのか、そこよね。こう難しいことは何もございません。まずはここに花を探してください、はい、で初当たり確率、こちらには、そこそこの設定差がございます。まあ、全子役で疑似母の抽選を行っております。で鳴らすと設定6で160分の1、約ね。で設定1だと210分の1と、1でもさほど重くはありません。で通常時のベースも約50ありますんで、まずはその設定差のある初当たりを引くところからスタートしましょう。でボーナスの告知タイミングでございますが、基本的にはこちらレバーオン当選ゲームで出ます。まあ、あの子役の場合は次ゲームになると思いますけども、その他第3停止とか次のレバーと、あとマックスベットを押した瞬間でもあるよね、次のゲームの。
いろいろございます。で、心地ランプだけじゃなくていろんな音とかでもね、スタしたりします。続きましては通常時の打ち方でございますが、まあ、ずっと打ってるんで見れば分かると思います。オーソドックス枠内チェリー狙いですね。僕はこの黒番を目安に押しております。はい、チェリー落とし。枠内にスイカが滑ってきた時のみ中右にもスイカを狙うと、まあ、目安としてはそうですね、中リールも右リールも白7を狙ってくれればいいと思います。上下にあのスイカございますんで、見やすいこちらの視認しやすい白7を狙ってください。で、子役はチェリー、中段チェリー、スイカ、あとはレアベル、各種停止型でございますが、まあチェリーは分かるわな。中段チェリーは真ん中止まるやつね。で、スイカは数字化が揃う。で、レアベルに関してはこのチェリー落としをしているときは滑ってスイカが上段、ベルが中段まで来てから揃います。で、入賞音とフラッシュが行いますんで絶対分かります。で、子役ごとの、ボーナスの当選期待度の方の序列は出しておきます。こちらです。まあ、中段チェリーは問答無用でボーナス当選プラス得点あり、その得点は後ほど紹介したいと思います。その他子役に関しては特に得点はございません。なので小難しいことは考えないでください。光ればよし。レンチャンブラやシナリオまでのプロセスはもう一個ございますが、それは初当たり終了後に説明したいと思います。で、そうだ、この通常時の打ち方のもう一つ補足でございますけども、チェリーはね、リプレイだからまあ別に狙わなくてもいいです。中段チェリーは狙ってないと分かんないから、中段チェリーの時に白7狙うと白7揃ったりしちゃうんだけど、スイカは払い出しがあります。で、これをこぼすと結構痛いんで、スイカだけはきっちりこぼさないようにフォローしてください。で、まあ、そこまで気にしなくてもいいけど、通常時のチェリーとスイカの確率に若干設定差があります。で、そこからのボーナス当選率にもちょっとだけ設定差がある。まあ、通常時にやることないなーという方は手持ち無手さならちょっと子役数えてみてください。で、もうですね、そちらの子役確率の方も、公表されておりますので出しておきましょう。こちらですと。まあそんなでかい差じゃないですよね。でも、まあまあ1日打つならですね、上か下かの判別ぐらいつくと思いますんで。で、液晶のない見た目はシンプルな機械ですけども、設定した等もございますので、どうにかくその辺を説明するためにまず光ってもらわなきゃ困る。まだね、初当たりも引けてないですが、まあ、出玉の波のイメージで言うと、言った通り、あの1000円ベース50あって1でも200分の小1だから、そんなにね、こう急激に吸い込むことはないです。あと、こちらもまだ説明しておりませんが、その連チャンまでのプロセス、初当たりの他にもう1個ありますが、それもさほど厳しい狭き門ではございませんので、結構その連チャンのシナリオまでの突入も簡単です。で、その連チャンのシナリオは最高で20連までございますが、そのね、完走するのは結構きついタイプだと思っていい、はっきり言っちゃうと。だけど、そこそこのだから500枚1000枚ぐらいの塊は簡単に取れる。危ねえ、危ねっぺ。さあ、こちらカウントしてください。まあ、子役での当選よりもどちらかといったら普通にマイゲームの抽選の方がこのボーナスはメインだと思ってください。だから特殊レベル、レアベルと中段チェリーの時だけ意識してくれるぐらいの。おい、95ゲームで、ボーナスは勝手に揃います。投資の方が2本。はい、赤赤赤がビッグで、赤赤黒、こちらがレギュラーです。あとは白白白がございますが、それは後ほど。はい、で、ボーナスですけど、通常時の打ち方は一緒でございます。押し順波が出た時だけそれに従えばいいです。で、レギュラーが20ゲームの純増3枚、約60枚ですね。ビッグが60ゲームの純増3枚で約180枚もらえます。で、ビッグとレギュラーの比率はまだ出てないけど、そこまで差はないと思っていいです。ただし、レンチャンのシナリオに突入した場合は若干ビッグ変更になる、こう思ってください。実戦上はそうです。右、左、ランボ、変更。
いきますよ、ラスト1ゲーム、こっからです。ボーナスが終了しました。初当たりをゲットしました。こっからが勝負です。こっから32ゲーム以内にもう1回引かればシナリオに突入します。ただそれだけ。そしてその32ゲーム以内にこちらの光るボーナスが引ける確率が1でも約3分の1で、この32ゲーム以内に光るかどうか、入れれるパターンは2つです。1つはもう32ゲーム以内の連チャンが確定しているパターン、この場合は32ゲーム以内のいずれかのゲーム数で光るかを毎ゲーム抽選します。ただその抽選に漏れているパターン、その場合も32ゲーム以内に自力でこちら告知光らせてボーナスを引くことができれば晴れてシナリオに突入します。なのでこの32ゲームはいついかなる時でももうチャンスゾーンだと思っていいです。気づきました。その通り、ここからシナリオに入る確率は設定数はほぼないと思われますが、外れた時この32ゲーム以内で引く確率は初当たりの仮構成というのが優遇されると思います。そりゃそうや、160分の1、200何十分の1の勝負ですからね。でこの32ゲーム間全ゲーム均一ではございません。ここは光りやすいよってゲーム数があります。覚えていただくのが8の倍数、8、16、24、32、ここは結構光りやすいです。割とそこそこのゲーム数で持ってかれるんで、まあだからさ、とある連チャン機だと、まあ、1桁ゲーム数超えちゃったらほぼノーチャンみたいになるじゃん。そういうのはないです。今27、28、29、30、31、ここが32、どこで光ってもいいです。とりあえず光ればシナリオいきます。セラロイ、もう32を超えたらもう 100% 残念です。ここからまた初当たりを引き直しましょうと。ただこれが連チャンで1回いかないかよりも初当たりが引けるかどうか、これを気にしてください。低設定域ではこのサブ位置をクリアできるかどうかがもう勝負の一番の鍵です。でもうね、導入して今日で2日目かな、先行抜いてね、その先行点とか昨日打ってる人の話を聞いたところによると、割と高シナリオに行ってると。え、なんでシナリオ分かるの、そう思った方いると思いますが、まあ俗に言うこのシナリオタイプの AD 機のマシンだと、そうなんですね、シナリオの下がいろんなところになります。なのでそれで今自分がどのシナリオにいるんだろう、これを推測しながら打つのがこの機種の楽しさというわけでございますと。だからね、小難しいことは何もない。もう一回言います、ただマイゲーム回して初当たりを引く、でそこから、約期待度3分の1の32ゲーム以内、ここでもう一回ボーナスを引く、したらもう晴れて連チャン、そんだけで、32ゲームを超えたらもうおしまい、そんだけ、他何もないでね。これ開発したのが北電子さんなんですね。でこだわったところはなんか3つあるとは言ってた。とりあえず初当たりはあまり面白くしたくない、連チャンばっかりに重きを置いて初当たりが急激に重くなるみたいな、そういう収入したくなかったということ で連チャンまでの門もそんなに狭くないと。でその代わり言った通り、そこまででかい連チャンはないから。でもちろんこちら6号機でございますが、なんかいろんなゲーム性の台出てきたよね。なんかさ、初めの方はさ、高純増でさ、ドカーンと出るみたいな台が流行ったけど、なんかこういう遊びやすいゲームマシンもちょいちょい出てきたよね。だからなんかその一辺倒じゃなくて、スペックのこうやってパチンコホールの中にね、スペックの幅がある機種、いろいろユーザーの打ち手側にね、選択肢があるって状況やっぱいいですよね。
内手側に立たないで言えばここをもうちょいこうした方が稼働が続くんじゃないかとか金が引っ張れるんじゃないかっていうところがいっぱいあるんだわ穴は。ただただ内側に有利というか優しいシステムになってるからさ、例えばこれビタって32ゲームでやめれるわけじゃん。普通はやめさせないためにどう引っ張るかっていう演出やシステムを作るんだわ、どの台も。だから本当にいつ打っていつやめてもいい台。まあそれは長いこと打てばこの仕様だから設定に依存する手玉にはなりますけども、500でも光らせたいよね。一応チェリーがちょっとだけ設定差がいったとおりあって、まあ、1で 3% で6で 4% とかそういうレベル。ついでに言っとくとスイカが2.5%、 ああ光った、 2.5% ぐらい。あ、これ上下段の場合もビッグ確定です。さあそしてまだもしかしたら言えないかもしれないで濁しておきますが、どっちかが偶数でどっちかが奇数、奇数この設定の下をしております。で、ボーナスの態度の話に戻りますが、今チェリー光ったんで一応メモってもいいけどな、1が 3% で6が 4%、 スイカは一律 2.5% だな。でレアベル中段だ、これの方が、10% ぐらいだったんです。で今斜めラインで揃いましたけども、通常の揃い方や通常の点滅以外は全部ビッグです。プレミア点滅もいっぱいあります。あとはこの自動停止じゃないですか、そのボーナスが1回揃ってバケとかね、その後に昇格ってパターンもある。で赤なら赤ならビッグボーナスだったんですけども、白ならじゃあいつ揃うのか、これは揃った時に説明させて待ってて。序列で言ったらバケ、赤ビッグ、白ビッグ順に偉くなると言ってもいいですね。白ビッグは偉いです。あー気をつけましょう、ここ今名古屋なんで、名古屋で偉いって言ったら辛いって意味になっちゃうんで、上位ボーナスって言えばいいですかね。知ってます皆さん、名古屋弁で偉いのって聞かれるんです。たまにうちは出ちゃって上の方の役職の人がね、東海の人が多いんですけど、何今日偉いの、あんた偉いのみたいなんですよ。何言ってんだこいつと思ったら、今日体調悪いのか疲れてるのかとか辛いのかって意味らしいですね。さあそれではビッグの方を引きましたんで、ボーナス中に何の抽選をしているかの紹介をしましょうかね。まあ何の抽選してるって言ったら大体わかりますよね。ボーナス中のですね、全500、これで1次連の抽選が行われており、それに当選した場合はもちろん1ゲームでのビッグが確定します。例えば初当たりの時に1次連の権利をもらえば、もうそれすなわち1ゲームで光るんでシナリオ突入が確定と。だ今回はこの1次連も意外とキーマンになってきます。1次連の際はレバーオン時に横コンになります。でその横コンにも期待度の応じて数パターンあります。いきましょう、ラスト1ゲーム3分1ぐらいいけるでしょ。まあでもこのハイビスガスが光るマシンのボーナス終了後っていろいろチェックするとかあるじゃないですか、そこはチェックした方がいいと思います。はい、なんかいろいろ確定するかもね、チカチカしたりして。次が32ゲームです。えらない、あははにする。このねブリーフが息苦しいんですよこれ。しかもさ、想像してください、YouTube にアップされるんですよね。ってことは未来英語を検索すれば引っかかるわけじゃないですか。これ僕はそのうちですよ、子供ができて、もしそれが娘だとしましょう、ね、その子が大人になってお父さんどんな仕事してんのかなって検索したらこれ出てくるんですよ。いいんすか皆さん、本当にいいんすか、そんな子を背負わせて。僕ね小学校から中学上がるぐらいの時にね、とある週刊漫画でね、この女性のパンツをねかぶってふわーっていう漫画があって、すごい面白いなーって見てたんです。年を重ねるごとにね
ちょいちょいパンツをかぶる機会が増えてきたんですよね。だ小学校の自分は将来ですね、男性もののブリーフをかぶってカメラの前に立つとは思ってなかったでしょうね。だこれが僕の小学校の卒業アルバムのね、将来の夢の作文に書いてあったら大したもんじゃないですか。僕は将来40歳頃におじさんのブリーフをかぶってギャー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 動画の前で喋りたいななんつって。はい、本日初めて160ゲームを超えました。まあもちろん青天井のマシンでございますので、1回ぐらい深いハマり見たいよね。どれぐらい余ってどれぐらいの投資スピードなのかっていうのはさ、1000円で50っていうのがね、分かりやすいように表現できればいいよね。あつだ、次ゲームの告知の場合はリーチ目みたいなの出ますからね。おーみたいな、だから滑ってスイカ外れるとかさ、おつで次ゲームに現金インつって、おーびくそー、つきっぱなしなんでこれビッグ確定ですね。243、ちょっと考え事しちゃいました。はい、ビッグボーナス持ちコインです。このね、言った通りパンツがですね、ブリーが割と息苦しくて、あんまり喋ってると酸欠でなんかめまいするんですよ。243ゲームでも追加投資なしですからね、1の確率通りでも全部ビッグならプラスなんじゃないですか、連チャンしなくてもね。どうでもいい話ですけども、この両脇のハイビスカスは告知ランプとしては使われません。告知ランプはもうあくまでもこれです。さあ今レバー音声6号になりましたね。これです。第3まで音が続けば1次連、残念。もちろんボーナス値も小屋かカウントしてください。だから上にデータに出てるゲーム数プラスビッグの回数かける60、それとレギュラーの回数かける20、これを足したものを総ゲーム数として子役を算出してください。はい、199枚、3打目の正直いきましょう。どの設定でもサブ1以上やろう。なんなここよ、8の倍数だけ元気になっちゃう感じしたんですけど、しかないですよ。サジュニー恥かいただけですよ。やっぱりね、サブイキシってこうだよ、引けるときはバンバン引ける確率じゃん。両部位置になってくると結構辛いんだよ、たまにしか当たらないイメージになってくるけど、サブイキシは割とパンパンパンと引けるんだよね。まあ、当たらない確率が 65% あるわけですからね。 65% ループって割と続きますからね。そこなんですよ、確率の妙。悪い方に偏った時にこれ、そのさ、キーとなるさ部分あるじゃん、振り分けの、それ引けないと勝てないよね。例えば1の割が甘いさディスクアップとかね、あれDT が2分1じゃない、あの2分1が引けないとマジで勝てないもんね。マイフラワーもこのサブ1、ここはクリアできないとね、きついな。これ以上実際に打つのは初めてなんですけど、現段階での打感は中間設定、出率でいうと4から100%を超すタイプの棋士ですね。3で 99% とかね。はい、第3停止です。これこぼしたかと思っちゃって喋ってて今危ねえ。でも第3で光りました。だからこれがリーチ目パターンのやつでしょうね。さあ行きましょう、追加投手なし。赤赤赤、おいビッグビッグボーナス
今ビッグさんのバケージ、そろそろお願いいたします。やっと先告知以外が見せれましたね。ああいう感じで、リーチュンみたいな感じで第3だったりとか、次のベッドでピンポーンって言ったりとか、次でリーチュンみたいなのが出て、次ゲームでレバーオンで、光って揃うとかね、そういう感じ。それが全部合わせると通常のレバーオン以外が2割。まあ、確かに大きい連チャンもないけど、大幅にもないね。まあ、コンセプトに嘘に座りはないのは確かですね。まあ、だらだらと、私、ま、シナリオに行かなくてもだらだらと言ってます。なんせまだ総投資4000円ですから。行きましょう。4度目の正直、する打法を使ってみましょう。マジで耐えられない。いやーもうやだー。要する、いやーへへー。本日がですね、こちら愛知県セントレアの方からですね、鹿児島への最終便が6時ちょいなんですね。ってことは、今日この実践ホールからの移動がまあちょっと夕方混むってことなんで、1時間見たとして、まあ、5時45分には着きたいだろう。4時45分、まあ、目処としてはもう4時にはやめなきゃダメだよね。連チャン中を除き16時までマジポーン。これワンチャンですよ。全スルーノーシナリオありますからね。パーフェクトゲーム。そしたら褒めてほしいよ。もう一応ですね、今はい、編集長の方にオクラがないという確認をしましたんで、まあ本当ね、この非現実に打たせてみましたっていう動画のね、コンセプトは、まあ、動画の起紹介をしてでね、いいも悪いも全部酸いも甘いも見せて、まあ、みんなに判断してもらい、まあ一人でも多くの方にね、打ってほしいなと、そういう番組ですけども、まあ、今回に限っては閉店まで打てるとかじゃないじゃないですか。早じまいなんで、それでね、こっちもこっちも全部見せるのは難しいですからね。まあ、どっちかにはしたいですよね。だからそのどっちかになりづらい、こう緩やかな 山で遊べたいと言われているマイフラワー30で、こんな山か、こんな山か、谷か、それを作りましょう。ジェットコースタースランプ見せてやんよ。今ガス弾が約200分の1、まあ設定2ぐらいなのかな。ちょっと2から5までの詳細をね、覚えてこなかったんであれですけど、まあボーナス確率1回もう一回足していきましょうか。はい、どうぞ。6が約160分の1で、1が210分の1の確かです。もうすぐ1の確率になります。なんかさ、このヒゲータって番組さ、久しぶりにね、前回のリゼロからまあ再開しましたけども、割と1クセ台打ってること多いよね。もうちょいさ、なんか忖度ってないのかなってマジで。あとヒゲータの裏話をすると、今までやってきて歴代で3回遅らせてます。つらかったあの時。ただ2日で私の財布から20万円が消えるっていう本当ね、オクラの可能性があるなら初めに言えよっていうね。でもさ、ね、初当たりはなるべく軽くして遊びやすく、それでいて、まあシナリオ管理で連チャンも体感できるっていうね。
バランスって難しいよな。でそのバランスもさ、好き嫌いって人それぞれじゃない。めっちゃ旗当たり重くてもいいから超レンチャン世代が好きなさ、自力感ならね、コスさんなんかそういうタイプでしょ。なんかね、まあ、非常にコンセプトも理解できますけども、もう少しね、この告知マシンだからここでリバーを叩くっていう明確性は欲しいよな。例えば一つ、500で当選した場合ってもうレバー叩いて500引いた時点で決まってるじゃない。これが500引いた時点で決まってなくて次ゲームのレバーで抽選してるとかな、これだけでも違うじゃん。まあでもマイゲームを楽しくっていうのがモットーだからね、そうなるとまたっていう話になってくるけど、で通常時はさ、ほぼこのちゃんとマイゲームのこのね500以外のこっちの方がメインにしてもさ、でもその32ゲーム間の場合は特定役レア役での当選率が少し上がってて、で、まあ、32ゲームあるから1回ぐらい500かかるじゃん。で引いた1個でも引けたらその次ゲームがチャンスとかね、このそういうなんかね、明確な叩きどころがあってもよかったんじゃないかなっていうのは一つ俺は思う。でもこれはゲーム性は人のその好き好きですからね、なんとも言えないところですけど、さあそんなこんな雑談をしているうちに、確率が設定位置を下回りました。さあレアベル 251 10%、 おーピンポン出た 10%。 いろいろ演算出してますよね。はい、バチコイ5発目よ、5発目よ。これで32位以内に引かなかったら僕はもう今日はパーフェクトゲームを目指します。ちなみに、ボーナス確率が今174分の1と引いたことによってね、投資4000で今ちょうどプラマイゼロぐらいです。これぐらい引けてなくてもプラマイゼロです。1、あそうだ、あとねこういう系の告知がないマシンでよくスイカをこぼしちゃっていう人、サトシーニョとかね、これ中が1、2、3、スイカ3つあって右が2個、だから中から順応しろがこぼしにくい。でこぼすのがこのバーの周りだけだからさ、だからもうパッと見てバー避けて押せばもう適当に押してももうこぼれないんで、バーさえこう避けちゃえばトントンまでは押せます。こうやってでこれでスイカテンパッター狙えばいいです。こうやってバーだけ避ければ、これ覚えておくだけでもねだいぶ小役のトルコも知れるん で白ならの次にバーが来るっての覚えておけば、ここだけゆっくり押せばあとはもう適当でよくて、でこれ白なら来たでしょ、次がバーだから次は気をつけりゃいいの、ここだけゆっくり押せばこうやってほらね、27、28、29、30、31、32、5スルーす、もう知らんからね方向性変えるよ俺は。だいいじゃない、全スルーしたら一回も知らんように入んない人がどれぐらいの、ね、終始になるのか見ましょうよ。だってさこの後さ打ってる人たちみんな忖度した動画ばっか上がるわけでしょ、よくある身体動画ね、あの忖度だらけの身体動画が上がるわけじゃん。だからそのね高設定っぽい挙動でバンバン出るのはもうどの動画でも見れるから、だから設定も大して期待できそうな状態で、しかも全部スルーしてどうなるのか見てやってください。はい、レアベル72、よーしよ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 し、 10% に集め6の2、73、いやー発目、
そしてなんとこれで3枚はプラスです。これでちょうど6ぐらいです。初当たりがあれ、忖度あんのこれ、忖度忖度系。さあ残り3ゲーム、皆さんそうなんです、お気づきですよね。私ここまでに全告知パターンを見せました。通常のレバー音、第3ボタンプッシュ、そして今のベルで次ゲームに光る、全て見せました。はい、これで通常時に紹介することはなくなりました。ここから連チャンを見せましょう。順番に見せていくのがヒゲ歌だからね。いやー、シナリオ通り、台本通りに進んでおります。めっちゃ計画通りですね、スタッフの皆さんね。もう全部終わってから通常時に喋ることは。29 30 31、おっといけない、忘れてた、まだ中段チェリー出してなかったね。中段チェリーだね、中段チェリー、うん、頑張ろう。それね、出さないと通常時の紹介全部終わったことにならないからね。中段チェリー出たら必ずシナリオまで行きますんで、はい、あの、じゃあついでに中段チェリーの恩恵言っちゃおうかな。あのね、ボーナスがね、レギュラーと赤揃いのビッグとあと白揃いのビッグがあるって言ったでしょ。でそのね、白揃いのビッグの方がね、次の32ゲーム以内のボーナス当選が確定するね。はい、スペシャルビッグなんです。で中段チェリーを引くと白ならが確定するんで、もう1回ボーナスが32ゲーム以内に光る、それすなわちシナリオ突入が確定するという、そうなっております。中段チェリーだね。あー40、これもね、はい、特殊ですね、枠の色が白と赤の、ここここここ、これもビッグです、はい、惜しい惜しい惜しいよ、あと8ゲーム、140分の1、はい、1指令も見せないのか、それでもいいな、それもあり。だ中段チェリーが1指令、これどっちもシナリオいくから、140分の1すごいじゃん。まあでもレギュラーついてないけど、ビッグ、今ビッグの5爆 H 通常時は同じぐらいって聞いてたんだけどな、かなりビッグの必要ですよ。だこういう要素も大事だよね、この AT 系の、ギジモの AT 系のマシンだってさ、ビッグとレギュラーの振り分けがね、3倍違うわけだから、枚数にして、ここでビッグの必要できてる時は増える時だよね。だって今あれですよ、シナリオに入らない、それすなわち連チャンしてないですよ。初当たりだけでまだこれ遊べてますからね、多少プラスですから、わかりますね、この遊びやすさ、当たりやすさ、それを表現するための、はい、俺からダイヤの忖度いきましょう。7発目、うわー、隣の人がまたシナリオに入りました。負けねえがんな、フェアベル、あー、この32ゲーム間ってさ、有力化ランプついてんだ、これついてたら強気だぜ。朝一設定変更して有力化ランプつくわけないからさ、このランプがついてなかったら設定変更、この32ゲームの状態でやめればついたままなんで、これがついてれば強気ですということも一番使えるかな、お店側が回さない限りね。来たよ、キョベル、さえらない、あ2回引いたんだキョベル、この32ゲームでよ、おい、30 31、ここよみんな、
大変だけどお待たせしました、こちらです、どうぞ。あははー、7する7する、ほら、そっそら有利か消えるでしょ、半分ね、30に超えるとね、なので、まあ、有利かランプを残して次の日の平飯これに役立てるなんてのもですね、まあ、閉店まで続いた場合なんかいいんじゃないでしょうか。このバーだけ避けて打つのやっぱ楽だよ、意識しなくていいから、ここだけ避けないんだもん。これはね、なんか本当にスイカよくこぼす人はね、やってみてほしい。白7の次ここだけ気をつければいいだけだから、あとはトントンとするとこの白7の次だけ気をつける、これだけこうすればいいだけだから、あとはもうトントンとここまで押せるんで、こうやってこれ本当に役立ててほしいな。これ割とね、いろんな機種の応用できる打ち方だからね、できるようになってくるとね、すごい便利です。やっぱりノーマルタイプなんか打ってる時は特にね、500コボスと致命傷になるんで、このこぼす場所だけ覚えておけばこれを避ければいいだけなんで、これ役立ちますよ。やっぱりね、特に動画やってるとね、話しながら打ってるとあーってなっちゃう時があるんだよね。サトシーノの気持ちもわかる、だけどこの打ち方をサトシーノもできるようになれば、まあまあこぼすのは非常にこぼす確率減るよ。タンタンタンって3つをこぼした、3つ押したこぼしたってなることないじゃん、トントン、うわーこぼしてるわが多いわけじゃん。一番第二停止さえ気をつければ、こここぼそんな子役のスイカこぼすね、たまにこぼすスイカよりも3分の1のシナリオに入れれた方が強いんじゃない。ジャガジー分かっとるわ、やべえな本当に、7するはまずいでしょう。さあ皆さんお待たせしました、気合を入れ直すという意味でトイレに行ってですね、イメチェンしてきました。どうでしょうか、なんかラガーマンみたいになっちゃいました、どうでしょう。いやー呼吸しやすい、喋りやすい。でもね、こういう流れが悪い時は完璧なオカルトですけども、何かしらこういうね行動する大事ですよ、すがるっていうか。さあ合算がジャスト160分の1、設定6の近似値に落ち着きました。子役確率はどうでしょうね。あ、そうだ、あともう一つ、すみません、大変申し訳ございませんけども、今日はですね、実践できる時間に限りがございます、はい、でまだ見せるべきものを全部見せれてないので、本当に申し訳ないですけども、本編をカットさせていきます。まあしかも今日ランチのことやっても大したも出てこないですから、何食べました、うん、カリフラワーって終わりだから。ブロッコリーみたいで白いやつと忘れしちゃった、つって牛の鼻につけるやつじゃなくて、カリフラワーみたいな、何にも面白くないでしょ、よかった時間なくて。200ゲーム、遊べるゲーム性だってのは聞いてたんですけど、遊べるスペックだってね、確実に私も遊べてるよりも遊ばれてますよね。あとね、これも僕あくまで僕の主観ですけども、なんかもう少し今連チャン中だよっていうのが分かるようなあれにしてもいいかなと思うんだよね。シナリオを突入したら逆にこれがずっと点滅してて、でボーナス創生した瞬間に全部スンって消えるとかね、自動停止だからさ、消えた中でここでリールだけ動いて揃うって格好さそうじゃない。でシナリオ突入時はもうずっと光ってるから、あ今ここシナリオ中なんだって遠くからでも分かるっていうかさ、初めの32からだからは普通だよ、こうやってシナリオ突入からはずっとそれだから、だけど一発目の挟んだり終了後からもう点滅したら次も当たり確定とかね、なんかその連チャンしてる感が外から分かるって結構この手のタイプでは重要だと俺は思うんだよね。なんかにぎわってる感だよね。さあ皆さん、ただいま487ゲーム、ここで一つお知らせがございます。ボーナス合成が210分の1、それすなわち設定値にたどり着きました。今1位か、ちなみに子役確率さっき出したけど全部1位か。さあなんとここで、おお、ラスト9枚追加投資って言おうとしたら
光ったらかっこいいよね。さあ、いらない。さあ、惜しかったですが、追加どうし。そうです、1回もシナリオに行かず、初当たり確率も222分の1設定1以下で、なんと、9時から1時まで4時間も遊べまして、4000円で1時間1000円で、あの苦肉の策のトークです。でも実際そうじゃないね。一回もそのデラマゾーカの肝となるシナリオのレンチャンゾーンのところに行ってないんだよ。それでもこれだからね、初当たりも設定1以下だからね。皆さんそこはもう買ってくださいよ。確かにって書いてくださいよ。さあ、ここで皆様質問です。次一体ですね、何が揃うと思いますか。絶対揃うの7です。はい、何色予想してください。何色ですか、予想してください。はい、何色。赤。ブブー。絶対赤だと思ってるでしょ。赤だと思う。もっとドラマチックしようよ。さあ、というわけで一体何が揃ったのか、正解はこちらです。黄色でした。黄色7でした。黄色7でした。それぐらいしか喋ることがないない。さあ、というわけで次皆様とお会いするのは、だから光る数ゲーム前か千に到達する数ゲーム前、どちらかだと思います。さあ、一体どっちだったんでしょうか。こっちでした。こっちでした。こっちでした。今反応しなかったから光るシーンだと思ったでしょ。こっちでした。残念。俺が一番残念だよ。俺が今一番残念だよ。でもあれですよ、1回もまだシナリオに入っておらず、7スルーで1000ハマってもまだ1万5000で50枚が1万4000しか使ってませんからね。遊べる。悪魔的。無理がないですか、これで込めんの、この段階で。いや別に台がこんなことめったら起きないと思うんですよ。でも展開的に無理な時もあるじゃん。今絶対遊べてないよね、俺。1万5000円なのか何なのか完璧に遊ばれてますよね。でしょうがないと思うんだよ。でこういうこともあるんだよってことを伝えればいいだけで、別にここで無理にフォローして褒める必要ないと思うんですよ。それはね、青店長なんだからこんなこともありますって、そこ必要なわけじゃない。これがあるからその代わりの連チャンなわけでしょ。もうこれを送らせずに泣かしたことを褒めてください。その許可を出してくれたってことはすごいことじゃないですか。6号機一発目ですよ、北電子の。まあスペックも正直尖ってます。はい、きっちり連チャンする、それは嘘じゃ、嘘じゃないです。勝負の1台をこの展開の動画でね、まあそれだってさ、言うたってある程度の再生数が見込めるね、じゃないですか。それでこの展開でもちゃんと遅れてず流した、まずそこを、まずそこを皆さん褒めてください。ただ次のファンイベントに僕はいないと思います。だもうこれでもし光るとするじゃないですか、したらもちろん上行ってここ取るじゃないですかね、上取るじゃないですか、そのゲーム数サムネです。たまには僕もそのなんですか、普段ね展開が読めないようにしたりとかね、だからまあその釣りサムネみたいなの方が再生数が伸びるって結果出てるのさ、間違いないです。で僕は嫌なんですよ。でもさ、ある意味楽しいっすよ今。こういうことが大きいんだよな。多分今後僕が前フラワー打ってこんな1200とかはめることはそうそうないと思うんですよ。それがこの一番大事なこうぶっつけ本番の収録の時に起きるんですよ。小説よりきなりってやつですよね。リアルが一番面白い。
今それ起きる必要ありますってことかな。だから収録には魔物がいるんですよ、ヒゲ歌には。ヒゲ歌の収録には魔物が住んでるんですよ。もうすぐ1300でございますが、でもこれでやっと20本ですかね。まだ20本、だから全然まだまくれますよ。一発しないよう入れてこっからまくれるんですからね。見せて、すげえ見せて。もういつでもシナリオ入れてやるよ俺、鹿児島行くまでに。どっちかもシナリオ入れるか、もうこれ当てないまま時間来るか、どっちかよ。さあ残り時間が残すところ1時間半。やーべっぺー、あぶれっぺー、あぶれっぺー。おいさんにさ、これもしシナリオ入ったらどうしましょうって。その途中で飛行機の時間があるから切って捨ててやめていいのか、それかそれを打ち続けてほしいか。残り時間が1時間半しかないから判断を煽って、福岡まで着けば誰かの車で行けるからさ。よーっしゃー、1361、総投資が23本です。追加19本、たったの19本ですよ。はーい、行きましょう行きましょう、絶対入れてやるよ。8発目よ。現在の初当たり確率が、300分の1です。行くぞ野郎ども、うるせえらないだよね。行くぞ皆様、お付き合いの方よろしくお願いいたします。行きましょう、せえらない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 、せれない、せれない、さあ8ゲーム目、せれない、せれない、せれない、せせせせせれない、おっしゃー、11ゲーム、ついにシナリオ突入です。パチコイピーク、パチコイピーク、よっしゃ、さあ行きましょう。よーし、入りました。さあというわけで、ここからはシナリオの突入が確定です。ここからはやっとお待たせしました、このボーナスをシナリオの解説を始めさせていただきたいと思います。さあ行きましょう、ラストゲーム注目してください。音とこのリングの色、これに注目してください。音もなく白でしたね。でこれ、今のが初回3分の1クリアした後、2連目以降シナリオによって、その連チャン数ごとに、まあ、32ゲーム以内のボーナスの期待度が変わってきます。でそのシナリオの次のセットの継続の期待度をこちらのリングの色で示唆します。白、青、緑、赤、紫、レインボーとあります。後者ほど継続期待度が高く、レインボーなら継続確定です。さあそして終了後何かしらのボイスが出た場合、こちらも次の32ゲーム以内のボーナスが確定します。でそのボイスによってはモードの下も行われます。はい、その2つ注目してください。光ここ見せないんだろ。で白でも諦めちゃダメです。一応その色以上のモードってことなんで、全モードの可能性があるだけです。
さあ、そして連チャンが確定している場合は32ゲーム以内のどこで光るかをマイゲームのレバーで抽選していますが、これ継続に漏れていたとしても自力で32ゲーム以内に引けばそのシナリオにまた復帰します。とりあえず32ゲーム以内に光ればいいだけです。色見せれてねえだな、声も聞かせてねえだな、一時連もしてねえだな。さあ、そして継続が確定しているときのみ使いますが、光った告知が出たゲーム数によって、こちらもですね、内部のシナリオを示唆することができます。推測することができます。焦っております、すいません。言った通りシナリオは全部で10本、シナリオごとの継続のアバウトな、期待度の表を出しておきましょう。こちらです。これを覚えておかないとシナリオ推測ができません。16、よっしゃらー、8の倍差チャンスですよ、覚えておいてください。そしてレンチェチはビッグ変更になります。はい、こういう感じです。そうよ、レンチェチはビッグよ。16ゲーム、しゃよっしゃー、終わらんぞ。来ましたよ、残り3ゲーム、再び音と光に注目ください。さあ、色つけよう、ここです、いきますよ。青、色は青、ごめん、どんどん楽しんじゃおう。まず声が出たんで継続確定です。さあ、というわけでまずシナリオ出してください。こちら、はい、3のとこ見てください。これが青なんで、全部青以上なんで全元の可能性があります。今まで2連してこれまだ推測できてません。ただコメントの方がどんどんいっちゃおう。はい、これコメントの方も出しておきましょう。こちらです、どんどん楽しんじゃおう。6以上確定です、シナリオ6以上きた。6がですね、初回セットまた表出してください。白、これ白は継続期待でかなり低いんで、ここが抜けてるんで6はないと思います。となると7、8、90、高シナリオのどれかです。きた、しゃあ、高シナリオきたぞ。この時は継続が確定してるんでゲーム数も見てください。これ4、5、27、28、よーし、28、28は全モードの可能性があります。全シナリオの久しぶりのレギュラー。さあ、そしてついでなので今の、継続が確定した場合の当選ゲーム数別、シナリオの推測のマップ見ましょう。こちらです。はい、一番熱いのは、31ゲームでの点と、こちら後半シナリオ、シナリオ6以上、6、7、8、9、10のいずれかが確定します。まあ僕確定してますけどね、まあ私シナリオ6以上なんで最低でも緑、まあ、緑ランプの時はもうそこそこ期待できます。赤ならかなり熱いです。白の時はちょっと厳しい、緑の時は頑張ってほしい、そんな感じです。告知ゲーム数のマップもう一回出しておきますけども、注目したいのが3ゲーム、これの場合は、シナリオ奇数シナリオが確定、4ゲーム、これ偶数シナリオが確定、こういうゲーム数が結構あります、4箇所。この他ちょっとずつですね、シナリオを絞れる箇所がありますので、こちらの方も、まあ、携帯に入れといて見ながら打つとかね、これあるだけでだいぶ違うから。さあ、次のゲームですよ、また音と光に注目しましょう。青、これでもう6以上の絞りがまだできません。音は音もなし。ただ6以上のシナリオなんでもう緑以上の継続期待度あります。1、2、でこれの場合は継続が確定してないんで、例えば特定ゲーム数で光ったとしても自力で引いた場合があるから、ここでのゲーム数の場合はモードの推測ができません。シナリオの推測はね、ごめんね、ちょっとモードとシナリオがこっちになってるけど、シナリオです。頼むぞ、16半分。残り時間的に
いや、これ抜けたら終わりの可能性あるぞ。28 29 30。31。あーラストー。いやさあ、というわけで、いいシナリオを取りましたが、スゴービッグさんバケイチの4連中途半端にですね、50分ぐらい時間が余るという、時間ギリギリいっぱいまで粘らせていただきたいと思います。はい、まあ、何かが引けたらこのまま使いますし、何も引けなかったら結果はエンディングにて、最後まで諦めず頑張りたいと思います。まあ、でも今の連チャンで大体500枚です。だから見てての通り500枚から1000枚ぐらい簡単に出ます。どの口が言ってるのか分かりませんが、最後はしっぽりとこちら新モードの方で行かせていただきます。 しっぽり行きましょう。ただですね、新モードでもプレミアオンだけはなります。その際はビッグが確定します。音がなければ共通です。白ならも出してないし、一時でも出してないでしょ。これはヒゲウタとしては不本意だよね。やっぱりね、全部見せるのがね、ヒゲウタだからね。それか閉店まで打つ。だからやっぱりね、せめて全通8000とヒゲウタは閉店まで打てる条件で打たなきゃダメだよ。本当にみんなもそれコメントで書いてください。編集長お願いします。僕ヒゲウタだけはやっぱりね、閉店まで打ちたいっすよ。まだ俺この台のこと見せれてないもん。もう少し楽しいのがさ、シナリオをきっちり推測して、例えばそれこそシナリオ6なんてさ、白レインボー、白レインボーなわけじゃん。それが推測できちゃった時なんてさ、そのつなぎの白の部分超叩きどころじゃん。あそこまでにね、例えば一番初めをクリアしてシナリオ表出してくださいね。あとレインボーでしょ。で次また白が来るじゃん。でここの最中のボーナスでね、1次連を引いた場合、継続が確定しているセットではその1次連のストックは使われません。紫まではストックを優先して使いますよ。ただレインボー継続確定しているセットでは使われません。それすなわちシナリオ6にいる時のそのレインボーの最中に1回でも1次連をストックすれば完走が確定します。そういうとこなんよ、楽しいのが。だから、ね、キーとなるセットがあるんですよ、叩きどころのね。でここは安全だと思いながら打てるところと、ここは決まらなきゃいけないというところが分かってくるわけ。それが一番の楽しさなんだよね、この台の。それも見せれてない。そこをいかに自力であったりとか1次連なんかで切り抜けるか。中段チェリーだっていいわけですよ、白7なんで次回確定しますから。だからね、もしこのまま見せることができずにエンディングに行った際は違う動画でまた打ちますよ。きっちり1次連と白7と、あとシナリオ推測の楽しさと皆様にお届けしたいなと思っております。よーし、第3停止249。おーしゃい、お時間3時46分、ラストチャンス。この32ゲームで最後です。ナイトマラットのラストチャンス。これで10回目の初当たりですね。
今のところ10の1。そんなはずはない、そんなはずはない。いける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 20、31。決勝終了です。結果発表、やっちまったな、やっちまったな、やっちまったな、これが僕の今の限界です。さあというわけで本日ですね、パチスロマイフラワー30の方打ってきましたが、まあ大体総ゲーム数でね、まあ、時間なかったので3500くらいしか回せておりませんが、とりあえず結果の方をご覧ください。はい、こちらでした。あのね、実戦中も言った通りね、この後ちょっとね飛行機のお時間ギリギリなので、もうエッチ数値の方がですねまとめられておりませんが、今見てくださった通りでございます。大体体感でわかります。初当たりだけは出してきました、ボーナスの初当たりが約280分の1と、まあ設定マイナス6ぐらいだと思います。で打ってる限り途中で出した500確率も全部1以下だったし、チェリーチョフクもダメと、はい、というわけで一応予想設定の方はまあまあまあ1なんじゃねえかなと思いますけども、ただね、見ての通りそれでも投資がたったの23本でサマイがマイナスの721枚なんですね。はい、でどうしてここまでサマイがねゾーンって行かずに済んだかというと、ビッグ11の化け2だからね、ボーナスの振り上げでなんとか持ちこたえた感じ。ただ言った通り初当たりからの連チャンは1でもサブ1期待できるのに、私今日トータルで初当たり10回引いて1回しか入れられなかったと、まあ、敗因はここよね、で1回だけ手に入れたそのシナリオもね、高シナリオ取ったんですけども、ちょっとこれが伸ばせずね、全部都合初当たり入れて4連で落ちてしまうという結果になってしまったなと。はい、まあでもとりあえずゲーム性の方は理解していただいたと思うんですよ。どうにか初当たりを引いてそこからサブ位置をクリアしたりすれば、まあ、僕全然伸びませんでしたが、あれでもまあ500枚ぐらいになりましたんで、これが10回引いてますからね、普通だったら 3.3 回シナリオに入れれたってことですよね、そしたらまあまあまあトータルで考えたらプラスになったんじゃないかなと、はい、初当たりもね全然引けなかったんで、だからどっか1個だけこう持ちこたえるだけでもそんなに大幅な負けはないんで、まあ、とりあえずちょっと苦しいくらっちゃうかもしれないけど、遊びやすいに嘘言ってたりはないのかなと、その片鱗は見えた実践だったんじゃないでしょうかという感じでございます。そしてね、もう格好の方もね最終的によく分かんなくなっちゃったね、これね、ここね回るようになったんだって、やっぱりこうリモコンでねこうやって、で途中でねシナリオ入った時に回そうと思ったら壊れてウィ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 しかならないからね、その辺しっかりしてくださいよ。見せ場の時に使えなかったから、回ったらもうまた展開近かったかもしれませんよ。はい、さあというわけでまあまあまあこんなもんでしょうと。でいつも通り最後にね、はい、パチスロマイフラワー30の設定推測、特に設定6ここで見ていきましょうっていうのだけ喋って終わりたいなと思います。でまずはもう初当たりとにもかくにもここに一番でかい設定差がありますんで、で6で160分の1で1で210分の1なんで、まあ、なるべく高設定に近い近似値の台でね、まあ試行ゲーム数こなせばだいぶ差がついてくると思いますんで、ここを見るだけである程度設定の工程は簡単に見抜けると思います。はい、あともうね、まあ行っちゃおうかな、もういいや行っちゃおう。ボーナスのさ斜めのラインあったでしょ、あれもね偶機の下になってまして、右上がりの方がこっちが偶数かな、で右下がりの方が奇数、でまあどれぐらいの比率かは分かっておりませんが、まあ大体
1対 1.5 とかそういう感じになってんじゃないかなとおいちゃん予想しておりますので、この辺で空気を見抜いてください。まだ欲しい。じゃあもう一個いっちゃおうかな。もうボーナス終了後下のパネルに注目してください。はい、チッカン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 、こうしたらもうやめちゃダメ、もうやめちゃダメなやつだから。はい、みたいなね。はい、というわけでそこに注目してください。であとおまけになりますが、一応通常時の公約もカウントした方がいいかなと、弱チェとスイカに多少の設定差あります。んー、まあ、でもねそんなにでかい差じゃないからサンプルを結構取らないとっていう形になると思います。でもう一個が、チェリーでのボーナス当選率、こちらもまあそんな差はないよね。 3% と 4% だったかな。でもポコポコ当たるようならぐらいのサンプル取ってみてください。まあ、なるべく設定水族はいっぱいサンプルあった方がいいですが、優先順位としてはそのボーナス終了後のパネルで、次いで初当たり、あとはこれで空気を斜めのラインとかで空気を見抜いてもらって、で婚約と合算した後は見てもらうって感じで、設定はまあ見抜けないことはない台だと思います。もう本当にね、めんどくさかったら初当たりだけでも上か下かは分かると思いますん でデータカウンターから見れます。履歴が長く見れる場所だったらそこからねボコボコはまることなく、今日の僕のと逆みたいな台があったらそういう台は座ってみてもいいんじゃないでしょうかと。だからどっちかって言ったら設定推測はノーマルタイプに近いような設定推測の仕方で大丈夫だと思います。で言った通りですね、まあ前日に仕込んでおけば32以内でやめておけばですよ、次の日にお店が回さない限りはユリッカンランプでですね設定変更の有無なんかももしかしたら見抜けるんじゃないかなと思いますので、その辺を駆使して、はい、特に30杯が盛んなエリアだとまだですねバンバン設定が使われる可能性高いと思いますので、まあエリア差もちょっと出るかもしれませんが、はい、高設定がどうかはこう履歴で見れますからね、過去の1週間ぐらいのデータを見て使ってるなーっていう感じがしたら攻めてみてください。以上でございます。さあというわけで今回のヒゲダは以上でございますが、終盤でも言った通りね、こちらのパチスロマイフラワー30の解説の方まだ仕切っておりませんので、近々何かの動画できっちりですね約束を果たして紹介したいなと思っておりますので、そちらの方もお楽しみに。それではまた次のヒゲ歌でお会いしましょう。さよなら。せーの、ヒゲ歌こんな終わりでしたっけ。